Hi everyone, this is Dr. D. How are you guys doing? I'm an English teacher, a pronunciation teacher, mainly teaching online at Dr. D. English. And uh, my English pronunciation method is the, uh, the thing specifically tailored for Japanese English learners. Uh, since I'm a pure Japanese uh, like you guys, I totally understand how difficult it is to pronounce proper English. Um, so uh, today, I'd like to introduce you. Um, Uh, one of the solutions to get rid of katakana pronunciation issues,、uh, to get closer、uh, to more、uh, like a natural way of、uh, speaking English. So,、uh, o、okay. k here we go. はいというわけで、えー、どうもこんにちは。英語の発音を声から変える、えー、英語発音講師ドクターリーです。えっ、ー、とどういうことをやってるかというとですね、あのまあスカイプを使ってレッスンやってるんですけども。 えーとまあ、皆さんそれぞれあの英語に興味がある方だと結構英語のフレーズとかって知ってると思うんですねでもあの、まあ、多くの,あの方特にそのなかなか話せないっていう問題を抱えてらっしゃる方に結構あるのがその、まあ、知ってるけどもそれを言うのがこう結構大変だっていう、うん、なのであのそこの部分をちょっと解決あのして。 でもっとあの楽に発音できるようになってで自分の知っていることをもっとどんどん,どん,どんこう簡単に楽にこの声に出していける、えー、そういうトレーニングをやってこうスピーキング能力をこう底上げしている、えー、とそういうレッスンをやっています,、はいえーとですね、今日はですねあのそう、いかにシンプルにあの簡単なフレーズを簡単に発音するか とととといいいうことに注目しししてちょっとお話ししたいと思います、えー、と日本人どうしてもそのカタカナベースで英語を発音するところがあるので余計な音、まあ、主に母音ですねを多く含んだ発音をしてしまいます、えー、例えばこんな感じ、えー、と例えば、uh, My name is D, my name is D, 私は D と言います、はいえー、これを言うときに My name is D えっとまあ、ここまで極端な人はまあ少ないかと思うんですけど、my name is d、まあ、これに近い発音になってしまいます、日本人ってどうしてもで、この my name っていうこのむ、むの音、実はこのむっていう音なんてないんですね。my name, my name is, my name is、うん、なので、こういう感じで、こういうあの余計な母音、むとかあのケツにつく余計な母音があのたくさんついちゃいます。なので、単純にすごい発音が、1個の発音してもものすごい長い発音になっちゃいます。 で、また、あの発音もフラットなので、すべてを棒読みに、あの棒読みのごとく発音しているように聞こえます。で、まあ、その発音でも通じれば、それでいいっちゅうたらいいんですけども、あのそもそもの英語の発音と相当かけ離れちゃってるので、あの聞き取ってもらうのはやっぱり困難です。で、えー、その喋ってる本人も、あのそんなに長い発音、余計な音いっぱい含んだ長い発音するのって大変だと思うんですね。で さらっと言いたい単純なフレーズもこうなかなか単純にさらっと言えない簡単なあの自己紹介の挨拶程度の言葉もさらっとなかなか言えないでも知識は上級者レベルトイク900とかあるのにでもさらっと挨拶もできない、えー、そういう人がたくさんいるわけですで今日はその最低でもそのカタカナ的な発音からあの、まあ、あの英語的なリズムにちょっとあのアプローチしていきたいと思います で少しコツをつかむとそんなに難しくないですし、あのまあ、こういうふうに発音できるとすごい楽です。でそうしたらですねあの、カタカナ的発音と英語的発音で、えー、どういうふうに違いがあるのかっていうのをまずやってみたいと思います。Okay, here you go. まずカタカナイングリッシュから。Hey, how are you doing? I'm d Good to see you.What are you here for? まあ、挨拶の初めて会った時の挨拶の言葉ですね。うん、で、今度、英語的な、えー、発音でいきたいと思います。Hey, how are you doing? I'm D. Good to see you. What are you here for? どうですか結構違いがあると思うんですけども、あのまあ、いろんな部分が違います。えー、で今回はあの、ストレスを置くっていうあの、そこにちょっと着目してやってみたいと思います。 あのストレスっていうのはいわゆる強調の部分なんですけどもあの感覚的にはストレスを置いた箇所を軸にしながら発音していくっていうそういった感じです例えばさっきの感じだとあの Hi, how are you doing? I'm D. Good to see you. What are you here for? ところどころストレスっていうあの強調する部分を置いてますはいダントこれちょっと見ていただきで、えー Hey how, hey how you doing? Hey how you doing? I'm Dave. Good to see you. So, what are you here for? ってこういう感じで、こう強調していく部分をあの軸にしてこう発音していくわけですね。<laughs> うん ま分かりやすくちょっとサウンドだけでそのストレスというものを表現するとこんな感じになりますまずそのカタカナ的なアプローチでとタタタタタタリズムを刻むとこういう感じになりますタタ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 タこれで全く同じテンポで全く同じリズムをあの今度英語的なアプローチやるとこういう感じになります タクツク、タタ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 、カタカナ的なアプローチ、全部フラットで全部こう発音しようとする。で、今度英語的なリズムでやると、ツクツクタクツクツクツクタクツクツクツクタクっこういうふうにあのタっていうこういうこういうところ軸にしながらあのストレス強調している部分を軸にしながらこう渡っていってるような感じで発音してますね。それと同じようなあのまあ感じです。で。 これでさっきのちょっと挨拶言葉っていうのを少しやってみたいと思います。Hey, how are you doing? I'm Dee. Good to see you. So, what are you here for? はい、ちょっとこれ見ながらやってみましょうか。よ <coughs> まず、Hey!How how are you doing?How are you doing? じゃあここにしましょうか。h o w are you doing?Hey!How are you doing? Hey, how are you doing? たんたんたん。Hey, how are you doing? で、それ以外のこのストレスがかかってないところっていうのはもう結構あのすごいリラックスしてちょっと発音します。Hey, how are you d o i n g h o w are you doing? ここのストレスがかかるところがもう頂点ですね。h o w are you doing? で、それ以外のところはもうすっごいリラックスした感じです。あらら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 ら Hey, how are you doing?I'm D.I'm D.Don, ton, I'm D.Good to see you.Good to see you.Good to see you. うん。それ以外のとこ全部こうリラックスして消えていく感じです。Good to see you.Good to see you. どうしてもこうカタカナ的なアプローチだと全部発音してしまいがちなんですけども、まあそこは。 リラックスして。Good to see you.Good to see you.So, what are you here for?What are you here for? まあこういきましょうか。What are you?What are you?What are you? これまで一つ。What are you?What are you here for? 声も一つにしましょう。So, what are you here for?So, what are you here for? これ以外の棒線で今引っ張っているところはまああのリラックスして読んでくださいよというところです。 Hey, how are you doing? I'm D. Good to see you. So, what are you here for? Ah,ちょっと見えてない。こういう感じでいきましょう。Hey, <laughs> how are you doing? I'm D. Good to see you. So, what are you here for? Hey, how are you doing? I'm D. Good to see you. So, what are you here for? Hi. ちょっとこういうアプローチでこれらがこの丸の書いてある部分がまああのストレスということですね。ストレス。うん、で、これらをこう軸にしながらあの発音していっているわけです。はいもう一回行きましょう。Hey, how are you doing? I'm G. Good to see you. So, what are you here for today? What are you here for today? Today ついててももう、Here for today. Here for today 一緒にこう絡まっちゃう感じですよね。Here for today。もうこういうストレス以外のところは全部こういう風にリラックスして息を抜いていって発音します。はい。まあ、えー、っと、こういう捉え方でちょっとあの発音練習ができるとだいぶあ,のあなたの英語が変わると思います、はい。少なくとも今日やったこのフレーズであの言えるようになるだけでだいぶ違うと思います。 Hey, how are you doing? I'm D. Good to see you. So what are you here for? これが例えばマサさんだったら Hey, how are you doing? I'm Masa. Good to see you. So what are you here for? こうなります。ヨシさんだったら Hey, how are you doing? I'm Yoshi. Good to see you. So what are you here for? んはい、こんな感じになります。はい。それでは今日は、えー、これで終わりにします。OK, so see you next time. Bye bye.